そうですね、ファンの方に写真集いつか出してほしいっていう声をすごく多く昔あのグラビアを始めた頃からいただいてたので、まずはお待たせしましたっていう気持ちでいっぱいなのが正直あの率直な感想です。で、今すぐ本当に出せたのはファンの方のおかげなので、たくさん愛していただいて感謝の気持ちでいっぱいです。こちらのこれになるんですけど、実は私デコ出しってあんましないんですよ。で、それで写真集なのでせっかくだからいろんな私を見せたいと思って、あのちょっと田舎っぽいこうイメージしてこんな感じのカットを撮ったあの撮ってもらって、結構これは新鮮な私でお気に入りかなと思います。これすごく難しいんですけど、100点満点だとして111点にしようかなって思います。あの私誕生日が1月11日で発売日も1月11日だったんですよ。で、もうもちろんその最初に自分がこういう写真集にしたいって思ってたあのものよりもはるかに自分の中ではすごくいいものが出来上がって、こうストーリー性のある写真集になってるんですけど、なんかそれが自分自身もスタッフさんと協力してあの期待以上のものができたので100点は超えるっていうのと、大好きな数字の111とかけて111点かなと思います。はい、あ、はい、田舎から東京へ上京する物語っていうイメージで私はあのずっと撮影をして、これを読んでいた買って読んでいただく皆さんには、例えば私の恋人であったりとか友人であったりとかお母さんお父さんであの親だったりとか家族だったりとか、そういう身近な存在になったつもりで読んでもらえたら、何か写真だけの本なのにきっと感じてもらえるものがあるんじゃないかなっていう、少し寂しく儚くなんかエモい写真集になってるので、何か感じてもらえるのではないかなと思います。個人的にはランジェリー初挑戦だったんですよ。で、ランジェリーが結構緊張してて、あの水着とランジェリーってやっぱりなんかちょっと違くてドキドキするしたんですけど、すごく綺麗なランジェリーで、なんて言うんですかね、なんか新鮮で少しなんか大人っぽくセクシーな感じのもう頑張って演出できたんじゃないかなと思います。頑張りました。はい、どのように過ごす、そうですね、でもそうですね、あの大学の単位をとにかく落とさないように頑張ろうって思っているのと、お仕事が本当にグラビアが大好きなので、とにかくこれを頑張って爆売りしようと思ってます。大ヒットさせようと必死です。でも、2024年の上半期の目標はフロントメモリー大ヒットなので、頑張ります。はい、すごく難しいんですけど、私は正直、なんかその、グラドルさんってもう、超可愛くて、超お胸がでかくて、もうお尻も綺麗でみたいな方が本当にいっぱいいて、いつも圧倒されるんですけど、私はなんか、今までで一番しっくりきたグラビアっていうのが、じゃあもちろんフロントメモリーもすごく自分に合ってるなって思ってるんですけど、ずっと前に学校をテーマに撮影にしたグラビアがあって、なんかその同級生の身近な感じとかって言ってもらえることが多いんですよ。顔とか。だから、そのなんか、なんて言うんですかね、なんか高嶺の花みたいなタイプじゃないと思うけど、なんかこんな子教室にいたらいいなと思ってもらえる、タイプだなと自分で言うのはあれなんですけど思っているので、なんかそのフロントメモリーもそういう意味では身近に感じてもらえたらいいなと思うので、なんかそういう特別すぎないあんまりでもいそうでいない子になりたいですね。なんかそういう感じの魅力が自分にはあるんじゃないかなってちょっと勝手に思ってます。はい。ありがとうございます。